本番レースもやはり来る6号艇中岡、しかしこれをブロック5号艇村越、この両者がいち早くホーム側もその懐に高枠3車が入りました。秋山はここはダッシュを選択となるんでありましょうか。迎えるカードは第10レース2つ目の準優勝戦です。1号艇重成和人、2号艇中村明友、3号艇松下智之、4号艇秋山博和、5号艇村越敦史、6号艇中岡正彦、以上6選手の対戦です。高枠3車は定番通りに収まりました。深みのインとなるか1号艇重成和人、緻密な調整華麗なターン、やはりさすがの貫禄のレースを展開しています1号艇重成。ここも深いんからしっかり押し切っていくか。そしてその重成よりも深め2号艇中村明友が2コースに進入。水の上では師匠も弟子もありません。そして3号艇松下智之センター3コースとなりました。抜群の安定感、そして粘りの戦いが真骨頂であります。5号艇村越敦史、A1 勝負もかかります4コース。そして6号艇中岡正彦、スローの5コースに向け短期の魂、4号艇秋山博和スタート行く気か。2号艇の中村明友がかなり深めの進入ということになっています。5対1のスタイル。第10レース2つ目の準優勝戦、インコースから1番2番3番5番6番ダッシュ4番スタートしました。インコース1号艇重成がゼロ台のスタート決めてきた。3コースからは3号艇松下です。1マーク逃げるか。1号艇重成まくり出し、3号艇松下内をつく。2号艇5号艇4号艇殺到も早くも押し切った独走1号艇重成和人。2番手は混戦状態、3号艇松下に真ん中通っては2号艇中村明人も、最内からは5号艇村越敦史、さらに4号艇秋山も接近。4艇激戦、第10レース準優勝戦スタート正常です。2番手争いは5号艇先手を取ってくる村越、内くるっと4号艇秋山博和、切り込む2号艇中村明友でホームスレッチも、ここは4号艇秋山がわずかに覗かせる。5号艇村越敦史が外から接近、さらには2号艇中村明友内から迫って、まだまだ2番手分からない状況。完全に先頭は1号艇重成和人、2周1マーク独走でクリア。2番手争い内々通る2号艇中村を飲み込んだ4号艇秋山、内を救った5号艇村越敦史がサシャンドルから、ここで逆転成功。2番手に判定審査の3番手に4号艇秋山博和、上位体系は1番5番4番です。そして2号艇中村も粘りを見せる後方、6号艇3号艇2周2マーク、先頭は独走で1号艇重成和人、2番手5号艇村越が先手を取る、内狙った4号艇秋山ですが、ここは遅れを取りまして5号艇村越がリードを広げた。2番手上位体系1番5番4番最終周回に入っています。インコースから深めのインでありましたが、コンマ05のスタート、そして逃げ切りまして1マークもあったところで独走。先頭は1号艇重成和人、大激戦ものにした2番手は5号艇村越敦史、3番手は4号艇秋山博和、1番5番4番の体勢。後方水が空いて2号艇中村明友、3号艇松下智之、6号艇中岡正彦と続いています。第10レース2つ目の準優勝戦、先頭は1号艇重成和人、2番手は5号艇村越敦史、3番手は4号艇秋山博和、上位の体系1番5番4番で第10レースゴール。先頭1番重成ゴールイン、2着5番村越ゴールイン、3着4番秋山ゴールイン、2番3番6番とゴールインです。